長引くコロナ禍で大きな打撃を受ける観光業です。真庭市の湯原温泉ではピンチをチャンスと捉え、さらなる魅力をと取り組む人たちの姿がありました。鳥取県倉吉市からの客です。各地の温泉地を巡りキャラクターを撮影しているといいます。皆生温泉の方に寄らせていただいて、でそこから来させてもらいまして、今から湯の郷まで行く予定で。真庭市湯原温泉の宿のロビーに掲げられたキャラクターは湯原沙和。これは温泉娘という東京発のプロジェクトで、全国の温泉地ごとにキャラクターが設定されています。このキャラクターに目をつけ、コロナ禍での集客に結びつけたのが宿の専務小林博久さんです。これはね、お酒のラベルですね。こんな感じでね、なんかデザインを作ってるんですよね。小林さんは権利を得て去年からお守りなどのグッズを開発、温泉街の店で販売し、ファンの温泉巡りを叶えてきました。まあ、アニメの人だったりとかが、まあ、どんどん足を、まあ、うちだけじゃなくて他のお店とかにもね、来ていただいたら地域が盛り上がる、イコール、まあ、うちの儲けにもつながるんで。コロナ禍の第6波に飲み込まれた湯原温泉、宿も休館が増えています。しかし館内には今こそチャンスとスタッフの能力向上に努める姿がありました。で、布団筋切りっていうよりもちょっと多めに2杯入れます。この日はコーヒーの入れ方を、他にも清掃の研修など、休館のたびにさまざまな勉強を積み重ねてきたといいます。残りたいと決めていくことが大事だと思うんですね。生き残りたいって、私たちはやっぱお客さんの居場所でありたいと思うし、居場所であるためにはコロナに負けない強い気持ちがいると思うし。コロナ禍に苦しむ温泉地、しかしそこでは次への力が蓄えられています。